どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ジペインゲームスかっこ FT リバーリバーさんと作った苦痛のゲームっていうことですね。でこのコースを作ってるのはシェイドキティさんっていうんだけど、最近メッセージがあったのよ。あなたにコースをたくさん送りたいよちょっと可愛らしい日本語できたんですけど、そっから5つぐらいコースをダウンロードさせてもらいましたね。いやこの方が作るコースマジでめちゃめちゃ面白いのよ。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.72%。 そんで最近こんなコメントがあったんだけど、コメントをすると動画内で返信してくれるからコメントをするモチベーションが上がりますって言われたんだよね。いやそれマジでめちゃめちゃ嬉しかったね。でもはっきり言わせてもらおう、そのコメントでモチベーションが上がるのは僕の方だよなんかキモくない？こんな臭いやつは置いといてさっさ始めていこうか。で最初のスパイクってなんか見たことあんな、これ下に行ったら絶対罠に引っかかるって。オラが会話落ちろ。タイトルが苦痛のゲームだからね、なかなか難しいコースだと思うんですよ。なんだ今の爆発は。でワンナップワンナップからのキロカ様。ここさ右爆発したじゃん、ちょっと気になんない？あえて右行ってみようか。あお前が出てくんのか、ナメクセージまさかそんな出てき方をするとは思わなかったよ。じゃあここは右側でキノコ様を取っておく、そしてこのつららを抜けていけっていうことだとは思いますよ。でメットがいるけど、このメット蹴っていいのかい？上に行けるとかそういうことはないね。どうしよう、メット蹴って上に逃げないであえて下に行ってみようか。何もだー、オンオフがあるから絶対行けると思ったんだけど、じゃあ一旦この場所で待っておこうか。もう分かったもんね、このメットを踏んで右の方に隠れておこうかもういいって、もうあんまり笑いたくないんだって動画で、笑い声が多すぎるみたいなことよく言われるんだけど、僕もねそんな笑いたくて笑ってるわけじゃないのよ。まあゲラっていうのがね僕の悪いことなんですけど、じゃあ一旦ここジャンプしてよければいいのか。そしてまあこんぐらい大体呼んでましたよ。わーやばい、今回の動画爆笑必須かもしんない、僕限定で。さあやっと土管に入れたね。なんだかろお前は。ああ天重力ね。ならここは何もしないで待っておく、そしたら生ゴミが消え去る。でこの下に降りてっていいのか、下からなんか出てきそうな予感するけど行ってみるか。なんでバグが来ましたよ皆さん、あんな絶対分かるわけないよね、だって見えないんだもん。乗って、あ矢印書いてるわ、右押しっぱ、右押しっぱ、いけ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 そしてこのボムちゃんを蹴って右の記録を取ればいいのか。いや絶対ここ下からなんか出てくるよ、間違いないで。ちょっとだけでも食わせろ。何が苦痛のコースだ、僕にはちょうどいい難易度で、むしろ快感すら覚えるで。さあここの記録を取って先に進むか、そんなダブルでやってようたってそうはいかないわよ。出るのが遅いんだよ、ここはオンオフは変わらない。じゃあ上に行こうか。まずいんじゃないのか、僕はもう戻れないよ。なるほどこっちにドアがあるのね、やめろやめろ花ちゃん、遅いよ遅いよ、君も君は早いよ。僕は何もしないでいいのかい。何もしないのはダメって言ってるでしょ。わからんのよ、急にドクロリュートが出てきて何かしろって言われてもさ。じゃあここは降ります。なんだこのハテナ、すごい気になるけど一旦叩いてみようか。来いどういう意味があったんですかねこのコイン、生息者さんそれを教えてもらえますか。じゃあ一旦左に行っても何もない。じゃあドクロリュート乗って左押しっぱ。え？ぬるいんじゃない今日、全然痛いゲームじゃないんだけど、僕からしたら痒いね。何笑ってんだお前は。なんかムカつく。じゃあオンオフをする、一旦下のオープンところ行こうか。オープンところ行っても何もない。じゃあオンオフをしたらこのスターが来るっていうことかな。スターは、うん、右に行っちゃったね。もう僕それ取れないんじゃない。あ、いやでもこっち行けるわ、こっち時間があるぞ。楽しいね、なにきっとこれは無限行きアップの始まりだよ。嬉しいね、嬉しくなんかないよ、おろせー。やっぱりここスターいるのか、スターがあったらねモグラが貫通できて中間が取れるって感じだと思うんですけど、このスター一発で取れるかな。よし頼む、もう何も来んだよ、ちょっと待って、どうすんだって。待ってろジュリエット、ジュリエット中間を取らせてくれ、ジュリエット。よし君の名は何て言うんだい。うーよー、何しようかな。隣のトッタラ、トッタラ、はいはい、トッタラ、トッタラ、どうすればいいのかわからなくもないよ。ダメだー。
く死亡。意味がわかんねえんだよ。おふざけはもう終わりじゃない、まだ始まったばかりだ。オンオフをしてすぐにパンを壊そうか。これで大丈夫。さあ下に降りていこう。そっちは下じゃない、どけんだ、下だ。もうね、自分が何を言ってるかわかんなくなってきましたよ。この場所で追っていいの？そしたら上が開くっちゅうことね。でもう一回左に行けっちゅうこと。もう一回オンオフしてみようか。そうすると、いやこれ取っちゃっていいのかな。取って上に行くのが正解みたいな。さかな、僕がお前を避けれないとでも思っているのかい。ジャンプしてすぐ右に行けば大丈夫だ。なんか腹立つな。何乗ってんだよあいつ。上の一気アップは取れない。あ、いや、ドアから出た瞬間すぐ下に降りていく。で、Pスイッチが見えるね。あのPスイッチを踏んだら砲台が来ると思いますよ。だから踏んでできるだけ左に逃げておく。これで絶対大丈夫。ちょっと待って、僕のクパクラが燃えされちゃうよ。大丈夫かい、クパクラ。これからタマに行こうじゃないか。もうお前は用なしだ。さよならだ、クパクラ。ここであの一気アップを取ればいいんじゃない。裏にキノコが隠されてるとか思ったけど、そういうわけじゃないみたいだね。じゃあこれは何？だが今やられたのは無駄じゃなかった。お前なんだよ。ここまで襲ってくんだって。ここに乗るぞ。タックルされたんだけど。まあいいや、あいつはここまで来れないでしょ。で、ここでパウを持って、まさかこのクパクラがさ逆襲してくるなんて思わなかったな。いや、面白いハプニングでしたよ。見て見て、あのコインに乗ったら、あ、そうそうそう、こうやったら来るんだよな、あいつ。やっとって、もうそんなことすんなって。でもお前はこっから先来れません。で、ここのパンは持たないでよかったと思う。で、このまま先行っちゃっていいのかな。これは何、コインか。でもコイン何の意味があるんだろうな。まあいいや、一旦パンを持っておいて、これ右にやれっていうことなんじゃない。はっ、動かねえ。ちょっと、来るな、この画面狂気。ディアディア、今すぐ帰ろう。このパンを泳がせておこうか。一緒に行ってみよう。一緒に行くとブラパーがいて、ここでパンを使えっちゅう感じか。はいはいはい、これで先に進めますな。まだまだ来ていいよバグ。僕は少し物足りないとまで感じてるね。じゃあここでキノコ取っちゃっていい？いや、ここ絶対下にさ土管があるんじゃない。だからキノコ取らない方がいいよ。そんな古典的な罠に引っかかるかよ。やべえ、棍棒の裏に土管があるって考えてしまうよな。じゃあキノコ取ります。いや本当にないの、実はありますとか。いや、ないじゃん。裏を書かれてしまったぜ。いや、裏の裏かどっちかわかんないんですけどね。じゃあチビになって土管入っていこうか。そろそろ中間ポイントあってくれてもいいと思いますよ。さあどうだ。あるね。じゃあここは赤ブロック。え、これどうやって帰るの。え、これ帰れないんだけど。下に行けってこと。下に行ってバーがあるから戻れない。ここで、はあ、あ、分かったかもしれん。多分ね、最初の時点で変えておく必要があったんだよ。ここでオンオフ変わったじゃん。そしてもう一回オンオフして先に進むみたいな。いや、これで行くのはいいんだけど、絶対罠変わってるって。どっか変わってる。この先か、このピンスイッチ言うなら左に何か来るとか、そんな感じか。いや、お前が来るとか。ちょっと待ってって、こっち来てよ。さっきはさ、こっち襲ってきたじゃんか。その2マスぐらいこっち渡ってこいって。仲間を連れてくんだ。もういいって、中間ポイントぐらい素直に取らせてくれって。ここは上に行っちゃっていいのかい。さっきの罠そんなに変わってないで、お願い。ここは何もしないでいい、大丈夫。置いていかないで。いや待てよ、さっきと反対のことをすればいいだけなんだ。簡単なことじゃないか。なんだお前。パンを持った瞬間すぐ上に逃げる。そしてまず1体目のブラパンを倒す。で、2体目のブラパンもここで倒さなくちゃいけないと思うんだよな。そうだよね、頼む。パン、普通に来てくれよ。そっちから来んのか。面白いじゃねえか。この下に置くのかな。このレール左向きとかなってない。やっぱダメだよな。置いてもダメ、投げてもダメってことはもう何もしないが正解なんじゃない。一旦この場所で何もしないで待って。なるほど、このタイミングか。よし、やっと行けたぜ。めちゃめちゃ悩んだ今のところ。さあ下に行きます。ここは何も変わってないんじゃない。なんだお前、ちょっと出てくるの早くな。
ふざけるなよ、隠しブロックなんか姑息な手を使いやがって。俺が本気を出せば中間ポイントまで罠に引っかからずに行ってやるよ。ここは変わりようがないもんな。だから記録を取ります。で、あのブロックの先何か変わってる？なんで今度は開いちゃうの？で、もうやめてよ。そんなに僕を痛めつけて楽しいかい？もうやだよ。もう僕は喋りたくないよ。だから僕は今からね、あだけで実況していきたいと思いますよ。もう終わりにしようや、センサちゃん。中間ぐらい取らせてくれよ、頼む。だよっしゃ、うれしい。僕はもう上に行ったら中間ポイントに戻されるっていうことなのか。何を言ってるか僕はもう分かんない。あわふわします。上には、いや、ちょっと上行ってみるか。せっかくだったらさ、上すごく気になんない？本当に中間ポイント1なのかい？それともゴールが待っているとか、そういうプレゼントは？最高のプレゼントはありがとう。なんて言うわけねえだろ。さあ、中間ポイント戻ってきたよ。いや、マジでめちゃめちゃきちいね、このコース。で、ここは叩いていいの？なんもならないな。そのガリガリに引っかかる予感しかしないんだよ、もう。あ、別にちょっと動いただけで引っかかるっていう感じでもな。いや、いいの、いいの。よっはっはっは。ここどうすればよかったっけ？さっきたまたま成功できただけであって。このパンを持っちゃダメなのね。なら隠しブロックを叩いて何もしない。そうすることでこの土管に入れるっちゅう感じか。うわ、上のハテナブロック何だったんだろうな。あっち魚がさっきやられたじゃねえか。そんなこと忘れるなよ。ここは夜スキンだから、そのまま走っていけます。で、オンオフをしてみようか。オンオフをするとこのパンを回収しろっていう感じかい？まあまあ、そんくらいはね、全然取れますよ。ぬるいね。で、ここは上に行きます。上に行きますからのドアに入ればいいっていうことかな。こっちへも罠しか。おい、ちょっと待ってくれよ。ガッツって何なんだよ。それはやめてろ。もしかしてこっちは中間戻しだ。いやー、ぬるいとか言ってすいませんでした。だからもうちょっと優しめにしてもらえませんか？実はさっき魚にやられた時、あーんって言ったと思うんですけど、すごく変な声で、その時宅急便が来たんですよ。宅急便にそのあーんっていう声絶対聞かれたと思うから、もうやめにしませんか？僕に騒がせないような実況させてくれませんか？よし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 。で、このまま上に行っちゃおう。ナイス反応速度だったね。よく取れた、今の記録で。こいつは何？もう一回キノコを取れっていう感じかな。だからオンオフします。うわ、これどこまでオンオフしていいんだろうね。最後のオンプに当たって、なんだ貴様。ここはオンオフを何回すればよかったのかな。一回理解で大丈夫さ。これでキノコを取ってドアに入ってゆく。上のピンクコインを取る、取れないよさ。右と左、僕は左に行くよ。ここで何が出てくる？靴が出てきた。このまま右に行くよ。これでパクを倒して行くよ。でも当たってしまって、唇植物。靴のまま右行ける？雲に乗っちまうような気がするんだよな。ほらほらほら。あ、いや、行けるか行けるか。このまんまヒップドロップ。これで大丈夫。で、右に行っちゃえばいいのかな。いや、これちょっと潰されろ。潰されませんよっと。で、右上の方に行こうか。50コインの方はいけないと思う。これ乗れるかな。あ、ギリギリ乗れるね。やめないか、一緒やじゃん。さっさ右に行っちゃえばよかったのかな。これでいい、大丈夫。そうだ、これで大丈夫なんだ。ここの近くの枠はなんだ、特に何もない。何もしないで下のドアに、いや、下のドアはね、絶対違うと思う。だから右上のツタの方に行けばいいんだと思いますよ。わざわざこのクッパクラウンに乗らなくてもいい。いや、乗らなきゃ先に行けないのか。乗って左。あ、特に何もなんない。もうやめようよ。もっと、もっと何？頼む、違うであってくれ。なあ、この先中間ポイント戻しじゃないで。しゃ
イドキテア。もうね、苦痛ですよ、苦痛。こんなんばっかり続いたらね、トロールコース人気を引退しようかなと思いますね。じゃあ次はあのチタン登っていけばいいのかい。なんだお前、邪魔なんだよさっきから。違うのよピオキング、もうちょっと楽しそうにやらないと。そんな怒ってばっかりだったらね、みんなコースをやらなくなってしまうかもしれない。トロールコースっていうのが楽しくなくなってしまうかもしんない。だから楽しそうにやらないとみんな、ブラパのせいでドカに入れませんね。このドカに入ればもうゴールかもしれない。お願いします、神様、せめてゴールを見せて。ジージー、どこ殺した、殺したでいいのか。邪魔くせえ、あいつパウだ。バネかパウであいつをどっかにやれっていう頃かな。じゃあ左上に行くしかないんで、左上行きます。いやもう全てに警戒するよ、ここら辺全てに。いや上行く、いや上は行かない方がいいね。左行きます。で、あのハテナブロックを叩けばいいのかな。一旦叩いてみようか。いや届かない。いや、なんか出てきた、なんか出てきた。いや、これまだいけるんじゃない。いや、隠しブロックあるかもしれんね。ちょっとそれだけ気をつけようか。ない。だからここから思いっきりジャンプしていけー、バックンちゃん。まあでもゴールが見えたのはめちゃめちゃ嬉しいですよ。マジで元気出るね、あのゴール。じゃあ左側まで行って、こっからどうするかなんだけど、パンを投げる。あ、ここにバネがあんのね。で、右に戻りますと。素直に戻らせてくれるとは思えねえけどな。ちょっと待って、やめろって時間戻しなきゃやめてくれよ。いい、それでいいんだ。ゴールは確実に近づいている。いつゴールしてもおかしくないくらいだ。すぐ左に逃げようか面白いな、あの仕掛け。本当にじゃあこのまま右行っちゃっていいの。そろそろ終わりにしようや、制作者。もうゴールさせてくれてもいいだろ。このパックンが出てきたから、こいつをどうやって倒すかと思ったけど、ボブ兵が倒してくれた。どうしようか。パンを持っていけばいいんじゃない。で、ブラパーなんかゴール前いたよね。だからそれを倒しますみたいな。そうだろこれ腹くそー。これどっちでもよかったんだ、パウとバネ。まあパウで行こうか。これでゴールできるとは思うんだけど、この場所で右ダッシュすればゴールできるよな。なんで時代のおかしいって、なんで踏んでんのさっきよりさ。やっぱりね、この人ガチ天才だと思うね。めちゃめちゃ面白いもん。じゃあ下に行った瞬間投げるよ。そしてゴール、やっためちゃめちゃ難しかったこれ。ただそれでもめちゃめちゃ面白かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。このサムネやばくない？絶対バグでしか作れないよね。で、コース名はゼロ。まあサムネから察するに、何もかもなくなった世界だからゼロっていうコース名をつけたんかな。いや、どんなコースなんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.69%。僕はね、とんでもないバグコースが来ることを予想してるね。で、スキンは 3D ワールドのスキンなんだね。いや、めちゃめちゃワクワクするんだけど。さあ始まった。意外と普通のコースじゃない。え、さっきのサムネの場所は、ちょっと迷子になっちゃうんだけど、マジで実況迷子になっちゃうんだけど、ちょっとパウ投げたけど、いい？一旦このバーブブロック入ってみようか。そうしたら右のバーブブロックに出て、ただ落ちるだけかーい。いや、まだわかんないもんな。この先あのサムネの場所が来るかもしんないから、楽しみにとっておこう。で、左のワープブロックがダメだったから、今度真ん中のワープブロックに入ってみようか。いや、うまこの先は。なんでこのコースだー。ちゅうことはですよ、右上のワープブロックに入ったところに何かある。だからあそこまでどうにかしていけっていうことなんだけど、下床あるかな。ないよ。このパンを土管の中に入れてパウジャンしろっていうカツラじゃない。いや、ぶっつー、間に合わんくない。ここで投げる壁ジャンプ、ほらほら全然届かないんだよな。だから別のやり方があると思うよ。パウを持って壁層に落とすじゃん。そして壁キックしてパウを持ってパウジャンしてみる。これでどうですか。いやいや、おしおしおし、絶対今のでいけると思う。何度かやればいけると思いますよ。バサバー。これさ、ミオブーは簡単そうって覚えるかもしんないけど、結構難しいのよ。おっしゃ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 。で、で、これ、これくるくるでいけるかな。一旦このまま右まで行っちゃおうか。まあ今ので右に行けるっていうことが分かったもんな。そして、あっぴゃー。ごめん、もう右の壁に登るまで無効になっちゃっていいかな。いやー、あ、あ、いや、出てる。どうしようどうしよう。一旦上に行って落ち着こうか。で、今みたいにさ、壁キックで行ったらいいんじゃない。さっきジャンプくるくるダメだったから、ここで壁キックをします。で、左側ギリギリまで行って壁キック、あー、
さあやっと戻ってきたね。これ幅跳びもしない方がいいと思うんだよね。幅跳びして壁に当たったら2マスぐらい後ろに下がっちゃうから、絶対ここ壁キックで行くと思うんだけど、ちょっとガチで集中させてここ。よーしゃ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 、ゴールなの？いや、てっきりさ、サムネの場所どっか見れるかなと思ったんだけど、一応ここがサムネの場所の作りっぽいね。まあ普通に難しいテクニックコースでしたね。どうもご視聴ありがとうございます。